前節の、まあ、浦和戦の勝利っていうのが非常に大きかったと思うんですが、あそのあたり振り返っていかがでしょうか。まあ、やっぱり出場っていうのがあったので、まあ、やっぱり誰よりも、まあ、強い気持ちを持って、まあ、取り組めた結果が、まあ、あの得点っていう形で表せたのは本当に良かったなと思います。特にこうプレッシャーとか緊張っていうのはなかったです？いや、そんなこともなくて、まあ、踊れますか？緊張はしてたまあでもやっぱり失うものはないので、やっぱりそこはもうチャレンジしていこうと思います。金賀選手からのパスが若干、まあ、コース変わりました、まあ、足元に来ましたけれども、あの辺りっていうのは想定ないっていうか、いや自分も来るとは思ってなかったですけど、まあ、方向づいた、あのパスが方向づいた段階で、あもう来るなと思って、もう足はもうシュートに来ようと思って打ちました。まあ、振り抜くまでが非常に速くて、そしてまあコントロールされたシュートでしたけれども、まあ、入った瞬間というのはどうでしょうか。そうですね、まあ、なんか決めたいなっていうのがあったんで、あのこんなに早くあの点という形で表せたのが良かったと思います。すごいベンチに駆け寄っていく姿、笑顔がすごい印象的でした。まあ、それぐらい思いが溢れていたのかなと思うんですけど。そうですね、やっぱりあのずっと結果が出てない、チーム勝利が出てないので、あそこでやっぱり前の歩いたところにやっぱり勝利したっていうのは本当にチームにとっても自分にとっても大きかったなと思います。次は、ホームゲームまだ勝利がないという中で、まあ、平選手、まあ、広島出身というところで、やはりまあ、その地元のファンサポーターの前でまたゴールを決めたいという思いも強くなったのかなと思いますけれども、次節に向けての意気込みをお願いします。ホームで の, あの勝利はできてないと思まあ、まずはやっぱりホームで勝利を目指して、まあ、やっぱり点は取りたいですけど、やっぱりまあチームのファンのプレーするっていうことはまあ変わらないので、勝利できたらいいなと思います。サンチェボールいった。おお。